やる前はお腹がパンパン。一回でも10センチぐらい引き締まる。立って腰を振るだけ。これだけでお腹の筋膜が剥がれて内臓脂肪が減りやすい。いつも冷たいセルライトがあったかくなり、リンパの流れが良くなり、代謝が上がり、お腹を引っ込めるための筋肉が身につきます。足を細くしたい。垂れたお尻が気になる。反り腰が治らん。そういった方は全部骨盤が下がってます。今回の運動を一緒に行って骨盤を持ち上げて体幹を引き締めて正しい姿勢を作り、痩せる体を作りましょう。スマホを持ったまま腰を前後に振ります。少し膝を曲げてもいいです。骨盤だけ起こせれたらいいんですが、難しい人は体全体を使って骨盤を立てる感じで動かしていきましょう。今回は様々な腰の振り方をします。腰周りの筋肉が柔らかくなり、お腹の筋膜が剥がれて、お腹の脂肪が柔らかくなり、燃えやすくなります。動かさないお腹周りの筋肉をしっかり動かして使ってほぐしていきましょう。お腹から下が気になる人はほっぺのメニューぴったりです。さあ今度は横に振ります。ウエストの写真を使う感じです。使えてるか分かんないよっていう人もね、やっていけば使えてる感じが気づけますので、まずはあまりしない動きやっていきましょう。難しいよって人はね、体を倒すときにかかとを上げてみましょう。ちょっとしっかり締まった感覚が分かると思います。骨盤だけ動かしてみましょう。骨盤周りの筋肉がね、徐々にほぐれていきます。次は股関節を後ろに引く感じ。お尻をね、突き出して戻す感じ。腰を振るっていうのは後ろ、前へ動かしますが、今回は後ろだけ、逆に反り腰を作る感じです。これで実は背筋をね、動かすことができます。こちらも余計に前傾させる、ぐっと前傾。腰が硬いとやはり前傾か後傾どっちかだけになってしまうので、しっかりね、前も後ろも動かしていくと、ちょうどいい筋肉になりますね。こなして、起こす、大きく動かしましょう。出したのを、さらにして体を大きく動かしてもいいです。なかなかね、寝たままこうやって動かすのって首とか腰が痛くなったりしますよね。まず立ったままね、筋肉が使えてくると体幹が締まってきますので、体型が良くなります。お尻を締めながら腰を丸めましょう。ぐーっと腰丸める。 OK、 次は横、前、横、後ろ、両方向に動かします。ちょっとなかなか難しいかもしれませんが、前、横、後ろ、横、前、見よう見まねでいいです。筋肉がね、
叩いてやっぱりうまいことね腰がこうやって動かないんで、まずは柔らかくしていきましょう。はい、横、後ろ、横、はい、これだけでもねウエストくびれてきますんで、できれば息をねしっかりふん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 と吐きながら、さあ今度はぐるぐる回しましょう。同じ方向ばっかり回します。横、上、横、後ろっていう感じでちょっと力を抜いてね、横前、横、後ろ慣れてくると足の動きを少し減らして腰回りだけをね、ちょっと動かしてみてください。難しかったら大きく回していいです。特に前にね、起こすのと後ろに起こすのをね意識しましょう。回すのはマイペースでいいですよ。これでね、骨盤周りがね、どんどんね、整ってます。さあ、反対回りいきましょう。片っぽだけ腰が痛い人とかね、足がむくみやすい人とか、前のももが太い人とか、骨盤周りがやっぱり関係してますから、腹筋、腰、骨盤周り、関節周り、これが大事なんで、これが一種目でね全部できますんで、動画見ないとやらないですよね。なので動画をね毎日見ながら腰をね振ってください。この位置をね、ちょうど真ん中で、前でも後ろでもなくちょうど真ん中、ちょっとお腹を引っ込めるとね、正しい位置が作れますので今しっかり腰回したんで、ちょっとお腹触ってみてください。ちょっと力が入ってますよね。お腹でへこんだ姿勢が作れてます。これで、ピザにこうやって動くと体幹がどんどん締まる。上半身をちょっと上に引っ張る感じでね、ちょっとどんどん今姿勢がね良くなってきてます。今やった体幹締め、これをね毎日1回やってみてください。姿勢が変わりお腹周りがスッキリしますんで、やってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。